急遽どうするかって話になって浮かび上がったのが京都の嵐山の天龍寺の中の寺祭院とこでやるっていう方向になってね。でその近く ので合宿して、でそこからその天龍寺に歩いて5、6分だったと思うけど、そこに帰ってということで、仏印の事務局っていうのは夕方まで議論して終わった後、それから事務局会議を開いて交代でその昼間の議論を全部記録を起こして、翌朝出席者に前の日の記録が配布できるというぐらいのサポートをした。出席者皆さんびっくり仰天して、仏印の人たちってどうしてこんなに手が早いんだっていうこと言われたこと今でも覚えてるけど、3日間やるんだけれども、最初の日は坂田さんが挨拶をして、湯川さんがラッセル・アインシュタイン生命に関係した報告をして、でそこでラッセルから湯川への署名の依頼文などのコピーが配られたりして、それから友永さんが5年間のパゴシ会議の経過を、友永さんとしてはそういうところは緻密に勉強して、それはあの後で岩波新書にパゴシの歴史が出ますねと友永さんが書いたのがね、でそれはここで報告してますね。田中進次郎さんが核兵器禁止と軍縮をめぐる問題、これは新聞記者で結構あの緻密にこの時代経過をフォローしてたから、で翌日のテーマは田島さんが国連科学委員会の報告、それから谷川さんが哲学者だから科学時代のモラルというテーマで報告をし、宮沢俊義さんが世界平和と日本国憲法で討論をやって、その日は終わり、9日の日の午前中が軍縮と経済、鶴茂人さんで、お昼を食べて基礎通訳研究に移って声明を発表したというのが科学者京都会議だ。第1回ので、後でこれはあの日本語と英語でその世界中に配った。その時には新聞が随分書いてくれたから、ここにあのこれだけでも随分たくさん残ってますよ。それから各社が出席者の座談会みたいなこと、全員でなくてあの人を選んでね、湯川さんとおさぎさんの対談とかね、うん、いうような座談会を掲載するとか、うん、反響はね、プラスマイナス両方ありましたね。プラスはもちろん非常にあの画期的なことを言ってくれたんだけども、うん、いわゆる現実主義者っていう人たちがいるわけですよ、うん、その人たちがあの、新聞によってはコメントを出していて、うん、であの中には国際政治の人がいないではないかとかね、うん、それから科学者に期待することはどうやって核兵器の実験をその遠くの方から探知するかについて議論してくれてはいいんで、その理想論だけ言っても役に立たないなってコメントする人もいた、新聞でね。新聞には声明の長い声明の全文も載っけてくれたところがどっかありますね。物理の世界ではやっぱりサポートしようというの動きが強かったけれども、分野によってはね、やっぱり、一言というと変だけれども、濃淡が大きかったですね。